つの部品をで構成されている製品を組み立てるラインになります。でこちらピッキングの工程ですね。今ちょうどモバイルロボットが到着しまして、ここから実際にピッキングが始まっていくと、そういった段階になります。ちょっと皆さんこちらにお集まりください。どうぞこちらお集まりください。こちら今、人と協調ロボットが、共同し合って同じ作業、フィッティングという作業をやっています。でここで重要なのが、取り間違いを起こさないこと、それを担保するためにですね、ロボットは、上からのシステムの指示によって部品を取ってくるんですが、人は AR 技術を使ってどの部品をピッキングしろという指示が来ています。それに従ってピッキングを行うことで間違った部品を取らないような仕組みを作っています。あとはここでロボットと人が協調して作業をしますので、真ん中にある黄色いセンサーですね、安全センサー、セーフティーセンサーというものを弊社では持っておりまして、これによって安全性を担保しています。作業領域が重なるときはロボットが安全に停止をしたりですとか、そういったところで安全性を確保しています。でもう一つが、ここを部品をピッキングすると、このピッキングエリアから、ピッキングエリアから部品が減ってしまいます。それに合わせて後ろでモバイルマニュプリエーターというロボットが納品場所からですね、部品を取ってきてこのピッキングエリアに補充する、そういったことでこのピッキングエリアにある在庫数を常に一定に保つようなシステムになっております。じゃあ次の工程。